マッチングいたしました。なかなかいいパーティーだな。お相手カバルドン、マリルリ、バッシャム、オンミョンとキノガッシャ、エイパム。エイパムね、こいつ厄介なんですよね。ダブルチョッピング覚えてくるんですよ。ドラゴンタイプに確実に弱点ついてくるダブルチョッピングとかいうやべえ技覚えてくるんで、そこをなんとかしたい。まあ海流サーナイト行こっか。海流サーナイト、うん、ミカルゲーにも弱点つけるし、で一応バッサムは今回ね、あの海流フレームパンチ覚えてきたんで OK ってなると、ラスト一体何がいいですかって言われると、まあマリルリとかいろいろそういうの全体的に見れるロトムか、意外と硬くて積みもできるカビゴン、どっちかなんだよな、うん、ロトムかな。ロトムでいきましょうか。うん、ぶっちゃけマンムあんまり刺さってないんで、受けポケ入れた方がいいよな。よろしくお願いします。今回はですね、ポケットモンスター、ダイパリメイクね、うん、ランダムマッチとかランクバトルがないので、アシキさんというゲーム実況者の方がね、あれやってくれてます。番号で、対戦したい方マッチングしませんかということで、6350-4649っていうね、番号で痛すぎ、びっくりした、痛すぎてびっくりしたんだけど、さすがに上は取れてると思うし、エテボースそんなに耐久ないと思うから、サイコキネシス打っていけば問題ないんじゃないか。ハッサムいたら下がってきそうだけど、サイキネ、はい、ドン、耐えられちゃった、ブワー。まあオッケーオッケーオッケー、まあオッケーです、オッケーです、オッケーです。でこれで相手先生打てなくなったんで、海流のね、神速でいけるかなと。頼むぞ海流。でその6350-4649で、入っていただければ、こうやってね、アシキさんが広めてくれて、今いろんなポケモントレーナーの方にね、こう普及してますから、こういろんな方とランダムマッチみたいな感じでね、疑似ランダムマッチみたいな感じで対戦できるようになっておりますよ。ということで今回は、潜らさせていただいてます。そのような感じでね、話題を作ってくださったアシキさん、誠にありがとうございます。ということで、ありがたく、このハッサムは炎のパンチでしばいていく。打点ないと思うでしょ、打点ないと思うよね、あるんだよね、あー耐えられちゃった。でも相手からしたら、ここ炎のパンチまた打たれたらさすがにハッサム死ぬから、引いてくると思うんだよな。うん、それかバレパン無理やり突っ走ってくるか。いやでも耐えるよ、そのバレパン悪いけど。うん、ハッサム斬りかな。わしハッサムに親殺されてるからよ、炎のパンチ採用してるんじゃな。でラストはマリルリーであれば多分勝ちかな、神速打って、せっ、腹大鼓、ポンポコポンポンポーン。でも HP 結構減ってる。あーでもどうだろう、マリルリの、マリルリのあれ大丈夫かな。相手の攻撃でロトムぶっ飛びそうだな、これはすごい心配です。ロトム一撃で飛ばされるんじゃないか、さすがに。アクアジェットでぶっ飛ばしてけ。さあ海流ぶっ飛ばされて、いやポンポコポンポンポンのじゃれつく耐えないだろロトム、これやべえ、負けたかもしんねえ。ここまでうまくやっててポンポコポンポンポンに負けちゃうの、それはもうポポポポンだね。じゃれつく外してもらわねえと勝てねえ。外せ、じゃれつく外せ、
頼む、外してくれ。アクアジェット、いやそれはワンチャン耐えるんだよな。10万ボルトピッピがシュー、対戦ありがとうございました。こうやって見ず知らずの人と対戦できるの楽しいな。対戦ありがとうございました。そして足木さんも誠にありがとうございます。ちょっと待って足木さん足木さん助けて、6350よろしくで入ったら伝説中がいます。足木さん助けてくださいおい、伝説禁電は入れないみたいな拡散してただろ。足木さんちゃんと見ろや、対戦相手この野郎、お前ふざけ散らかしやがってな、しょうもないんじゃお前、ルール違反野郎が。まあどうしよっかな、初手割とぶっ刺さってそうなマンムーぶち出して、で裏海流出して、でそっからラスト一体どうするかだよな。割と刺さってそうなサーナイト、サーナイトは割と刺さってるか、刺さってるっちゃ刺さってんだよな。ギラティナ・ガブリアスと、あと一応バンギラスとかにも出せるから、まあサーナイトありかな。行こっかこれで。ハルボン君ダメだよ、そんなね伝説ポケモン持ってきちゃわしびっくりしちゃうからね、本当にダメだからね、そういうあれはね。うん、自信打つか。あ、わしの方が早い。あ、 HP1 残る。相手なんじゃ、気合のたすきからのインファイト。わしの方が早いっておかしくない、豪華皿の方が絶対早いじゃろ、どう考えてもな。厳選してないキッズなのかな。まあルールも全く読まずに伝説ポケモンをね入れてきちゃうあたり、キッズと言っても過言ではないじゃろうな。うん、わしは許してやるよ。うん、お前のこと許してやる。足木さんが設定したルールに違反して伝説ポケモン連れてくるようなキッズの君すらわしは許してあげよう。その代わりわし以外にやるな。な、さあお相手ガブリアスを繰り出してくる。ガブリアスはつぶて耐えてくるんだよな。まあでもまあ研磨されたとしてもここはこれでいいわ。うん、ああもう相手厳選してねえや。しかもこれで、あ、優勝当たった。はいはい、成敗。待って、伝説ポケモン相手使ってないんじゃないか、見せ合いだけで。でも見せ合いで、あ、いた、使ってる使ってる、ギラティナ使ってるよはい、氷の粒手打ってダメだよ、ルール違反はね。ほんと他のプレイヤーに絶対やるな、わしにだけやれ。全部全部マンムーより遅いじゃねえかよ、おめえのポケモンよ、おめえのポケモン全部マンムーより遅いんだが。じゃあ海流で殺しに行きます。激凛と終わりということでね、負けだよ。これに懲りたら伝説ポケモンなんて使わないでね、ちゃんとポケモン厳選して育成して、ぜひともお前も廃人にならないかっつってね。うん、お前もポケモン廃人になれ。うん、今日からお前も廃人じゃ、頑張れよ。死ねえ、お前はもう二度とポケモンやるな、バカが。おしょうもないんじゃのえぐすぎでしょ。ちょっと足木さんに対して失礼だからやめな、そういうね、あの切断中とか。まあよく利用させていただきましょうよね。ということで今回は、ポケモン実況者の足木さんがね、拡散してくださってる、対戦勢同士で対戦しましょうというね合言葉、6350-4649、そちらで、対戦させていただきました。育成して対戦相手がいないって悩んでる方はぜひとも、足木さんのねこの合言葉使って対戦してみてはいかがでしょうか。ということでここまでご視聴いただき誠にありがとうございました。みんなもポケモンゲットじゃぞ、ピッピカチュー。